ゴミムシ。ゴミムシ、ゴミムシ、アクタムシは、甲虫目、少子目オサムシか、あるいはこれに近縁なトガの類の中から目立ったものを除いた雑多なものをまとめて呼ぶ名称である。研究の進歩により、その多様性が明らかになりつつある。競技にはその中の一種、オサムシか、ゴモクムシ赤に属するアンイセダクティラスシグネチャスの和名である。ゴミムシは、 甲中目、小種目オサムシア目、陸生オサムシ類に属する、甲虫のうち、比較的大型の種が多いオサムシカオサムシアカに、属するものと、年金色で形態の特殊化の著しいセスジムシカに、属する、もの、中高生で、足が、長く、よく走りよく飛翔するためにかなり異質長い観を、有する半応を除いた昆虫の総称である。名前に、ゴミがつくのは、 獲物となる小昆虫の多いゴミためで、これらのカブトムシがよく見かけられるためと考えられる。ゴミイムシには様々な形態や生態のものが混じるが、一般的にはやや腹肺に扁平な体、大顎が発達した噛む口、糸状の触覚を持つ、よく歩き回る活発なカブトムシである。オサム種類がその美しさや変異の多彩さによって特に取り上げられたのに対し、 ゴミ虫はいわばその他体制のように、一からげで取り扱われることが多かった。多くは湿ったところを好み、石の下などに、わらじ虫やミミズなどと共に見かけることが多い。小型で地上を歩き回って、昆虫やカタツムリなどの小動物を捕食するが、新鮮な死肉も接触する。また、動物質以外にも、消化の果肉、多重質の開根、 あり散布型種子のエライオソウムなどの植物質を接触する雑食性の種もいる。さらに植物食の傾向を強めたグループもあり、オサムシカ、ゴモクムシアカや丸型ゴミムシアカに属する種には、イネカやアブラナカなどの種子を主たる餌とするものが多く含まれる。幼虫は多くのものがガノサナギなどの動物質の新鮮な餌を与えれば成長し、 成虫にまでなることが確認されているが、食物の特殊化の進んだ、強食性のものも数多く知られている。例えば、ゴモクムシアカに属する、ゴミムシのいくつかは、動物質の餌では成長せず、稲荷の雑草などの種子を拾い集めて蓄え、それを餌にして成長することが知られている。また、青ゴミムシアカのオキベリアオゴミムシの幼虫は、小型のカエルの喉元に食いついて吸血しつつ、 弱り切った後で食い殺し、三例ある、幼虫期間中に一つの都市で、小型のカエル一匹を消費して生する。こうした、捕食規制的な生活史を送る幼虫の餌の特殊化、下ゴミ虫は、生虫に、樹上生活をする者が多いアトキリゴミ虫赤や、ミーデラゴミ虫のような、細首ゴミ虫化でよく知らている。よく似た姿のカブトムシに、ゴミ虫マシカがあるが、 植生は、菌類食、腐食食が主体で、生態も大きく異なり、系統学的な類縁も遠い。競技のゴミ虫アイセダクティラスシグネチャスは、オサムシか、ゴモクムシ赤に分類されるカブトムシの一種。体長13ミリメートル前後の中型のゴミムシ類の一種で、ある。全身は、黒色で、全胸や、頭部の幅は広く、がっしりした印象を与える。 頭部背面をよく見ると、多少見えにくいものの一体の暗赤色,色の反紋がある。これは、色素で色づいているというよりも、その部分だけメラニン色素が抜けて、色が薄くなっているために赤く見えるとした方が適切である。オサムシカの頭部には、外見構造的に単眼はないが、この反紋が単眼と同様の働きを持つ内部の光中央器官に光を届ける窓になっているのでは。 ないかと予想する向きもある。北海道から九州にかけての日本列島のみならず、朝鮮半島、極東ロシアから中国、シベリアを経て、ヨーロッパに至る、ユーラシア大陸北部に広く分布する。生息環境は、平地から山地までと広く、落ち葉やゴミ、石の下などに潜む。成虫は小昆虫を捕食するのみならず、 他の五目虫赤の昆虫同様イネ科雑草などの種子をよく接触する。成虫で越冬した後、産卵は4月中旬から行われ、幼虫は五目虫赤のゴミ虫類に時々見られるようなイネ科などの種子の染色ではなく、飼育実験では、ガのさなぎのような動物質の食物の捕食だけ、成虫にまで成長することが報告されている。ただし、ごく近現で、 携帯も告示した星々ゴミ虫では同様の研究結果が報告されているのと同時に、幼虫の正常な発育、雌雄と物生成塾には、種子食が必須で、動物質の摂取は雌雄の成虫の繁殖、産卵数と社生物生産には、性の影響を与えるものの、幼虫に動物質を与えて育てると、ナズナやコベの種子のみを与え育てた場合と比べて、 孵化率が低下するなど、負の影響を与えることが報告されている。修霊である三霊幼虫は、体長約11.5から18.0ミ、mm、リメートルで、頭部は、赤褐色、全境聖太も赤褐色だが、中胸後公共聖太は、赤みが弱くなって、暗色となり、複節聖太は暗色を帯びた、高褐色。同族で、 同じような生息場所に普通に見られる星々シシゴミ虫。エープウンクタタイペニスモリウィッツ1862や大星シ,シゴミ虫エイセドンシスシャベールガー1931と告示し、同定のためには全強性多口格の突出部の微妙な形態の違いなど微細な異を顕微鏡などで観察し、判断しなければならない。この2種ともゴミシよりは分布が狭く、 前者は東アジアに、後者は日本列島に限られる。おさむ市場かキャラアボイディア。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。